もういくつ寝ると遅れません。なにこれもう。ももちです。ピピピス。動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと、私がめちゃめちゃに楽しみにしていた、韓国コスメの大量購入品紹介をやっていきたいと思います。もう嬉しい嬉しい。今回は、購入したアイテムをただ紹介するのではなく、今ここでガチ買い物をしていきたいと思います。確か1年前ぐらいに、こんな感じで、Q10さんでガチ買い物してみたっていう動画を出した時に、すごく反響があって、ももちと一緒に買い物してるみたいっていうコメントがたくさん来て、ももちもすごく嬉しかったので、1年ぶりにリアルガチ買い物を今していきたいと思います。目星は結構つけていて、これかなこれかなって悩むところとかが結構あるので、リアルに悩んでる様子とかもお届けして、ももちと一緒に遠隔で一緒にお買い物しているような気分にぜひなって楽しんでいただけるとすごく嬉しいです。今からガチ買い物をするコスメは、動画の最後にしっかりと徹底レビューしていきたいと思っております。いやーもうね、楽しみなんだよねー。それでは早速動画、行くぞ。ということで今回は Q10 のアプリを使ってお買い物していきたいと思います。なんかお洋服もさ、コスメもさ、いろいろありすぎて誘惑されてしまう。私ね、今エニスフリーのねコスメがめちゃめちゃ気になってて、ちょっとエニスフリーを見たいと思うんですけど、私そんなにエニスフリーのコスメを持っていなくて、パウダーをもともと使ってるんですよね。これ使ってて、これがなんか進化バージョンとかが出たとかいう話を聞いたので、それが欲しいなと思って、無意識こうかな。エニスフリー公式ショップ来ましたよ。パウダーが気になってる。パウダー、あとこれも気になってたの、これ買おうと思ってて、レビューがすっごく良くて、ボディ&ヘアミストらしいんですよね。でこれのね、茶色のやつ、これこれ、なんかこのね、ブラックティーっていうのがすごくなんかいい香りって聞いたんで、これを欲しいなと思ってて、あとピーチフルーツも欲しいな。最近香水じゃなくていい匂いするやつがすごい欲しくて、めっちゃ安くない？1100円やって、めっちゃ安いやん。これこれ、ブラックティーとピーチが欲しい。そう、このレビューを見たのよ私。ほらほら、とてもいい匂いで気に入ってマスク言ってるじゃん。なんかブラックティーをみんな結構ね買ってるイメージだと思う。ほらほらほら、 OK、 今2個入れましたね。あとは本命のパウダーこれかな、これかもしれない。あ、これや。私が持ってるこの普通のパウダーのタイプの粉が舞い散らへんタイプのやつ。そう、これ欲しかったん。毎日こう目とか眉毛とかにこれ塗ってから必ずアイシャドウとかアイブロウとかするようにしているので、これは絶対欲しい。しかも1320円ってめちゃめちゃ安いよね。あとさ、エニスフリーのさ、パウダーファンデみたいなやつなかったっけ。最近すごいお肌にこう負担かけたくなくてさ、探してるのがいいパウダーファンデ。これはどう？エニスフリーポアブラーパクト、きめ細かいな。微粒子をパウダーで毛穴をばかりしてスムーズな肌に入れてる。6つのフリーショコ。なんか下地にパウダーとかで今出かけたいの、お肌改善したいからさ、買おうかな。いくら？めちゃ安い、1980円って。買います。やばい、もう4つも入れてもらった。え、待って、私これもめっちゃ気になってたの。え、皆さん知ってますかこれ。エニスフリーのこのトゥインクルグリッター。私ね、目のこのグリッターめちゃめちゃ大好きで、冬ってなんかちょっとさ、マットなメイクが入りがちやけど、私は冬こそキラキラのウルウルのラメが使いたいんですよ。こうイルミネーションっぽく使いたいの。え、これ欲しい。シルバー、このさ、右の2個が良さそうじゃない。これ、これ。何番やろ？ 2 と 3？ 私ね、毎回ね、Q10 でね、お買い物するときめっちゃ爆買いするんですよ。あとね、イニスフリーのリップも私気になってて。ていうかさ、あれじゃない？ Q10 さんってさ、いつもさ、安くない？なんかもうセールじゃない日ないんちゃうぐらい、いつもセールしててお得よね。だから毎日お得なクーポンがある、購入できるサイトって珍しくない？すごいよね。そうそうそう、リップのね、イニスフリーリアルカラーシャインリップ。これ、気になってた。え、何色にしようかな？最近ティントじゃなくて普通のリップがちょっと欲しくて、ずっとこうさ、マスクにつかないティントとかが欲しかったから、普通のリップちょっと久々使いたいなと思ってるんですよね。何色にしよう。みんな何色がいいと思う？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 めっちゃあるやん。濃いめの冬っぽいティントじゃないリップが欲しい。ハチ絶対可愛いよね。ハチとりあえず買おうかな。これいくらなんやろな。1,650円、めっちゃ安いじゃん。あとちょっと薄めのも欲しいな。でも2番とかだとちょっと春っぽいのかな。もう9とかだとさ、結構ヌーディーすぎるよね。6、7あたりどう？6かな。7はちょっと8に似てるから6にしようかな。6ポイポイポイ。いやちょっと待って、このままやったら欲しいの他にもありすぎて、動画の尺がちょっともたなくなってしまうので、ももちはこのまま引き続き欲しいものをちょっと選んで買いたいと思います。ちょっと今購入した大量なコスメがまたお家に到着したら、ちょっとしっかりとレビューしたいと思います。ということでちょっと1回切ります。商品が届いた日まで時飛ばし。ねえじゃあ、コスメが届きました。本店で10個の韓国コスメ
が届いたので、箱から開封しただけでまだ中身を使っていない状態なので、今からみんなと一緒にこう使うみたいなイメージで商品レビューしていきたいと思います。まず私が大本命で欲しかったイニスフリーノーセバムミネラルパクト N とイニスフリーのボアブラパクトですね。ちょっと見てみよう。こういう感じになってるのね。本当に想像通りって感じ。中身は私がもともと持ってるこのパウダーと一緒だと思うので、とにかくこう粉飛びせずにさらっと塗れるタイプですよね。トン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 、安定安定、本当にサラサラになるの。前髪とかね、例えば髪の毛とかベタついたところに塗ってサラッとさせたりとかもできるから、お顔にも髪の毛とかいろんなところに使えるから本当におすすめ。しかも超ミニサイズ、こんなちっちゃかったらポーチに本当に入れやすいし、私最近ミニバッグをよく持つので、ミニバッグに持ち歩きたいなと思って購入しました。で、次がイニスフリーのボアプラパクト。あ、すごい、パカって開いてその上にパフが入れれるタイプになってます。パフにつけると、あ、おおおおおお、結構ピンクっぽい感じなのかな。あ、塗っただけでね、本当にこうお肌のトーンをパッと明るくしてくれて、毛穴もすごく埋めてくれる感じがする。下地塗って上からこれだけ塗ったらお出かけできちゃうって感じだね。しかもめっちゃサラサラになるし、上から塗ったんですけど全然塗ってる感も出ないのに、素肌が綺麗ですみたいな自然なこうカバー力を出してくれるから、これめっちゃんこいいな。当たり引きましたわ、ありがとうございます。で、次、私めっちゃ気になってたイニスフリーのパフードボディヘアミストのブラックティーとピーチフルーツ。ブラックティーがなんかすっごい人気な感じがして、まあ私ももちじゃないですか。基本的にピーチ、桃がめっちゃ好きなの。だからどっちも買いました。ブラックティーを香ってみます。シュッ、おー、これめっちゃいい香りやん。柑橘系とかさ、石鹸の香りとか、そういう清潔感のあるそっち系の香りじゃなくて、大人のいい女がつけてそう。めちゃめちゃ好き。紅茶にもう少し酸味を加えて、もうちょっと深みを出していい女がつけてますみたいな香りです。すいません、ほんと語彙力なくて。でもとにかくいい女になりたい子におすすめ。次、ピーチフルーツいきます。びっくりしてんけど、私もともとピーチが好き、柑橘系が好き、フルーツとか清潔感のある匂いが好きな、わしがめっちゃ好きな匂い。例えるならば、ピーチの香りなんだけど、すごく爽やかなんだけど、しっかりと甘さがあるみたいな。なんかこうピーチフルーツだから、フルーツの中でピーチを中心的に香らせるみたいな感じなんで。ね、長いね、ごめん。いや、私めちゃめちゃ好きですね。ね、しかもパッケージがめちゃめちゃ可愛いんですよ。お部屋にインテリアとして置いても可愛いかなと思います。お次がですね、イニスフリーのトゥインクルグリッターの2番と3番でございます。それはもう、絶対可愛いやつだ。可愛い。この世の光すべてここに集めましたぐらいのキラキラさを放っている。ちょっと涙袋に塗ってみよう。2番、うわ、めっちゃ可愛いんだけど。2番はね、本当にこうゴールドラメって感じで、どんなメイクにも合いそうな万能カラーです。次、こちら3番。3番は結構ピンク味が強いブラウンっぽい感じのカラー。もうすごいよ、塗ってみるとこんな感じです。目の輝きが半端じゃない。すっごいルールに見えるし、めっちゃ可愛いわ。ラメ強すぎるっていう方は手でこうぼかした方がいいかもね。ちょっと直で全部塗っちゃうとキラキラしすぎちゃうので、手にのせた時はこんな感じで色がすごく出るんだけど、目にのせるとそんなに色の違いはないかな。若干ゴールドの方が白っぽい感じで、このブラウンピンクっぽい方が肌に馴染むって感じかな。私普段使いなら3番を使うかなと思います。いや、かわいい。で、お次がですね、リップを4つ購入しました。イニスフリーのリアルカラーシャインリップスティックの8番と9番。手に出してみるとこんな感じです。見たまま発色って感じのカラーですね。思ったより9番の発色がすごく良くてびっくりしてます。めちゃめちゃかわいい。あのね、私お買い物するときに最初に言ってたカラーと購入のカラー違うと思うんですけど、やっぱりちょっと薄めのカラーが欲しいなって思って、6をやめて9にしました。まず9番塗ってみますね。てかやばい、これ塗り心地がやばい。めちゃめちゃブルブル。はい、塗ってみるとこんな感じですね。本当にモテカラーって感じ。デートとかに使いたいし、社会人の方とかもすごく使いやすそう。ナチュラルでめっちゃ可愛いんですけど。お次がですね、8番こちら塗っていきたいと思います。公式サイトに見た時もっとボルドーっぽいってなったんだけど、結構赤ですね。あ、可愛い。めっちゃ可愛くない？グロス塗ってないのにグロス塗ったんじゃないかぐらいブルブルになってくれますね。ブラウンとかボルドーまでいかないんだけど、パキッとした赤でもないから、まあ、秋冬にも使えるし春まで長く使えるカラーかなと思います。で、ラストね、あと2つリップ購入したんですよ。デニスフリーのビビットオイルティントのこちらが4番、こちらが5番でございます。はい、手に出してみるとこんな感じです。めちゃめちゃオイルっぽいですね。ツヤっとして保湿力がすごくありそうなタイプ。しかもすごく発色がいいですね。なんかね、ティントタイプのリップ買うつもりなかったんだけど、冬に向けてオイルタイプのティントがちょっと欲しいなと思って今回は購入してみました。まずは4番から塗っていきます。あ、これも塗り心地めっちゃいいですね。かわいい。すごく万能なカラーじゃないですか、4番。ピンク系のメイクに
にもオレンジ系のメイクにも何でも使えそうなカラー、一番万能なカラーかも今回買った中で。しかもオイルティントだからね、保湿力がすごい。ちょっとまだ長時間つけてみてないのであのあれなんですけど、一日つけてもそんなにこう乾燥しなさそうな感じがします。かわいい。ラスト5番はね、4枚よりも若干こう濃いめのカラーになってます。こっちのカラー、これ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 をやっていきます。あー、なるほどね。結構大人かわいい感じかも。ちょっとオーバーめにしてみます、下唇。かわいい。結構パケット発色するので、アイメイク薄めでリップだけ濃いめにしてちょっと大人っぽいメイクしたいっていう時とかでもいいんじゃないかな。韓国メイクとかにすごく使えそう。なんかプルプル感やばくないですか。うるうるさ伝わってるかな。でこちらオイルティントなので手についてどれぐらい色落ちしないのかちょっとやってみますね。すごい、見てめちゃめちゃ色残ってる。おー、すごい。やっぱオイルが入っているのですごく保湿力も高いのにしっかりとこう色持ちしてくれるから、これからの冬の季節にすごくぴったりなんじゃないかなと思います。いや本当にたくさんのコスメが買えても私は大満足です。本日レビューしたコスメは全て9点のイニスフリー公式ショップから購入できるので、みんなよかったら見てみてね。以上、韓国コスメの爆買い購入品紹介でした。本日もお忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムやツイッターもやっているので遊びに来てね。それではまた次の動画でお会いします。よっ、バイバイ。